肉です。はい、久しぶりにお家で。久しぶりにお家で二人で撮影なんだけど、今日はとりあえずね、あの案件です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の商材やばいよ。今日は和牛。おお、いいね。和牛なんだけど、6キロぐらいできて。おお。油がね、あのやっぱ適度が一番ですから、いいお肉は。美味しくいただきたいから。一応全部じゃないんだけど、ある程度今解凍して、準備してるから、今日はすき焼きで。おお、いいですね。はい。とりあえずちょっと一回お肉見る。はい。今日のお肉ちゃんですね。これ。おお。和牛の細切れ肉。はい。これが一応 500g1 個なんだけど、これがね、だから12個届いた。おお。まあ無理なんで、この駒肉たちを使って、とりあえず待たさなくていいか。野菜切って、あ、そうだね。うん、ちょっとすき焼きの準備していこうか。じゃあ今日は、焼き豆腐、椎茸、白滝、あとネギか。と白菜。白菜。あと春菊。あ、春菊か。人参。いや、こういうのってあんま作ったことないからわかんないんだけどさ、うん、切った野菜をもう鍋に入れちゃう感じ？正しくは多分ちょっと違うお肉とおネギととかってやっていくのが正しい、本当はすき焼きだと思うけど、まあちょっと多分厳しいので、なのでお鍋に近い感じになっちゃうかな。まあお家のすき焼きなのでそこはちょっとこう、はい、すいません、ちゃんと作る方ごめんなさいって感じで。あれ、タレというか、あれは割り下は？あ、ある、それもあんの。あ、なんか一緒に販売してるやつらしくて、これすき焼きのタレ、だからこれ使ってやっていこうかなって感じなんだけど、ただね、ちょっと一個だけ悩ましいところがありまして、美味しいお召し上がり方、薄切り牛肉を割り下にくぐらせ、鉄板や網で軽く焼き目をつけてから、これ完全に関西風のやつですねこれ自家入れでいいのかな、薄めた方がいいのかな。まあ、濃かったら薄めるか。そうだね。それでいいね。うん。とりあえず白菜か。白菜から入れた方がいい。なんで聞くんだよ。好きにしてくれ。いや、一番多いのから入れて。いや、本当はだから、お肉とネギとかだから、最初に白菜っていう発想自体がない。だから、まあ、お鍋で言うんだったら、白菜を先にしたっていうか、土台みたいな感じで形作ってった方が作りやすいけど、すき焼きで言うとっていうのは違う。なんか今日俺怒られるな、多分これ。白菜って、このまま、こう。いや、本当はそぎ切りだよ。そぎ？もうさ、好きに切った方がいいよ。そぎって何？そぐように切っていくやつだよ。まず、あのね、根元っていうか芯を外して。外して。でも食べやすいサイズに切っちゃえばいいと思うよ。いいよ、もうそれでいいって。とりあえず、こんなもん？いいんじゃない？とりあえず、じゃこんなもんか。うん。白菜終わったから、次は、じゃ、とりあえず椎茸入れていい？でもあれだね、これお肉をさ、大量に入れるためにおっきい鍋選んだじゃん。うん。だから今日買ってきた具材たちや、そのお肉入れるまででは埋まりきらないね。結局なんかごちゃごちゃになっちゃうかも。すき焼き鍋ってね、結構浅いからね。ね。だから大きいフライパンでやってもよかったかもね。あー、ちょうどよかったかもね。うん。で、白滝と豆腐、滝豆腐の方がいいか。豆腐2丁いるかな？ 2 丁買ってきたんだけど。じゃあ、そのなんで2丁買ってんだろうなと思って。買んなかったらさ、悲しいじゃん。なんでも2買うからね。なんかこう、ちょっと目離すと2つ買うよ。なんでも。いや、なんかさ、足りる分にはまた使えるけどさ、足りなかった分にはもう足りないじゃん。送ってもらったお肉を食い切んないじゃん。うん、肉豆腐とかにしたら、あ、確かに、確かに、確かに。余ってる。うん。サイズは。え？サイズは。あ、いや、デカめでいいんじゃない？デカめでいいんだよね。6等分ぐらいか4等分でもいいと思うけど。でも、6ぐらいがいいかな。6ぐらいがいいか。うん。なんかさ、普段、ラーメンとかは作るけどさ、うん、それ以外の料理、全然できないね。ちょっと見ていい？そしたら、入れますか。はい。でもこれ1本だと、圧倒的足らなくない？でもビタビタじゃないからね。逆に半分ぐらい入れてお水出たらちょうどいいんかな。ああ、本当に全然見えない。そこだけ、うん、って感じ。一本入れてしょっぱかったらしょうがないから、うんうんうん、これで薄かったら足そうか。うんうん。これで一旦火かけて、じゃあ煮えるまで待機で。はい、はい、はい。そしたら煮込んでる間に、はい、ちょっとね、これ用意しました。今回なかなかのとんでもないでかい皿。皿。まあ、ちょっとシャプシャプじゃないけどね。そんな感じで並べていこうかなと。うん、和牛すげえな。
すごくない？全然コマじゃないじゃん。ほんとじゃん。全然コマ肉じゃないじゃん。あ、全然全然じゃん。え？全然全然じゃん。そうね。てか肉自体も全然薄切りじゃないというか、結構分厚いよ。うん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 。うわ、ちょっと見てこれ。刺し。刺し。えぐい。これ刺しえぐ。じゃあちょっとお肉、こんな感じでよろしいでしょうか？よろしいですね。盛り方どう？何点？え？70。70？ よし、OKOKOK。OK、じゃあ十分だね。今ちょっと肉やってる間に、はい、多分できたんで、はい、開けていきましょう。はい、いきます。よっ、オープン。おー、グツグツですね。意外に汁とかもちょうどいいんじゃね、量、うん、なんかね。じゃあちょっとこれで向こう持ってって、はい、すき焼きしましょう。いただきましょう。できた。できた。やっと。今日の撮影はね、12時ぐらいまでに終わればいいねって言ったけど、もう12時48分だね。そうだね、うん、1時前お昼ご飯になりました。だいぶ遅くなっちゃったけど、じゃあとりあえずここに肉入れますか。はいはい。こういうのってここから入れるべき？いや、まあ好きなところからでいいよ。まあとりあえずここからじゃあ入れますわ。はい、はい、ちょっと熱お肉を。うわ、うまそう。うまそうだこれ。とりあえずこんなもん。はい。でも結構入れたけど見てこっち、まあ、まだ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 こんな残ってるのも一生終わんないからさ、ちょっと多めに入れました。はい、じゃあひとまずできるまで乾杯しますか。はい。いや、お疲れ様です。お疲れ様です。うん、昼のビールうま、うん、暑いしね。暑いしね。エアコン入れててもお鍋がちょっと熱い。でも最近さ、日中は暑いけどさ、うん、この夜のエアコン悩むぐらい微妙に寒くない？うんうん、もうなんかだんだん夏も終わりなんだなって気もしてきたよ。え、俺すごいな、俺和牛だから結構脂すごいじゃん。うんうん、これ絶対締めるうどんうまいって。あーねもうお肉とかもいいか。うん、最初やっぱお肉からでしょ。せっかくなんで先取っちゃってください。え、私？はい。いやでもこれめちゃくちゃうまそうだよね。うわ、うまそう。うまそう。いただきます。はい、どうぞ。うん、うまい。おいしい。うま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 い。この割り下も結構あっさりしてるかな。味はしっかりあるの、うん、なんだけど甘しょっぱっていうのがなんかこう優しい感じでめっちゃ美味しい。ちょうどよかったんだこれ、うん、この割り下めっちゃうまいな。お待ちください。はい、食べてください。はい。ガッて取っていい？もちろんどうぞ。いっぱいありますから。うーわー、これやば、うまそう。ちょっといただきます。はい。うまくない？うまっ。うまいよね。いや、めっちゃうまいじゃん。うまっ。なんかさすがのさ、和牛だなって思うぐらいさ、うん、あの牛のさ、独特の臭みあんまないね。ないね、うん、しかもこんだけさ、脂身あるけど、うん、ちゃんと脂身美味しいから。美味しいね、全然いい、うん、全然食べれる気がしてきた、この大皿。食べれるな、うん、多分。正直さ、うん、あの6キロ送られてきた時、うん、多分まあ撮影でももう食い切れないと、うん、で普段で使っていくしかないねなんていう残った分は話してたけど、うん、最初さ、和牛かみたいな、うん、普段料理使うの難しいなって話したけど、うん、こんぐらい脂もうまかったらもう何でも OK、うん、何でもいけるね何でもいける。ちょっと白飯と言っていいですか？あ、もちろんどうぞどうぞ。白飯いいですか？うまそう。うーわー、これうんふん、うわ、うまっ。最高。めちゃくちゃうまいやん。うん、あ、うまっ。たまらんねうまっ。バカうまい。バカうまいね。バカうまい、うん、
今回いただいた割り下、だし、うんうん、強いけど塩分は強くないから、そうね、お子さんがいるご家庭でご飯をメインに食べるっていう方であれば、ちょっとお醤油とか、うん、足してもいいかもしんないけど、大人の割り下というか、うん、お酒と飲むにはいっちゃんちょうどいい、うん、うわうま、最後うどんとか入れたらめっちゃうまいな。絶対うまいでしょ。絶対うまいね。絶対うまいでしょ。もうお野菜とかいっちゃおうよそろそろ。あ、手元でミニすき焼き全具材を持ってってね。結局しゃぶしゃぶってさ、うん、お肉うまいけど、うん、お肉の汁浸った野菜バカうまくない？うまい。めちゃくちゃうまそう。うまそうってかうまい。うん。焼き豆腐一発やばいかな。私は割って食べたよ。ビールしかない逃げ道は。あっこ。あのね。歯が痛いぐらい熱い。噛んだ瞬間。うまー。でもうまい。うまい。全部うまい。これ今日ちょっと撮影終わったら、この割り下使って娘用に牛丼でも作ってあげようかな。ああ、残ってる割り下ね、うん。夜喜んで食べそうだけど、うん、甘くてうまいしさ。うんうんうん。うん。でも家ですき焼きあんのって何年ぶり？いや、そんな年じゃないんじゃない。うん、年一ぐらいお肉いただいたりとか、年末とかになんか食べるかなって感じが。そんなことあったっけ。ひどいですよね。1ミリも記憶ないんだけど。ひどいですよね。結婚する前にさ、初めて同棲した、うん、もうしょっぱいアパートで食ったすき焼きは覚えてる。そっち覚えてない私は。そんなのは覚えてない。すっごいもともとやばいとこ住んでたじゃない、ボロボロのアパート住んでて、うん、でその時にたまに奮発してっつって和牛買ってすき焼きやったのは覚えてる。ああそうだっけ。それ覚えてない。あ、うんうん、あんた、うん、なんか一回買ったね、その時か。もういいよ覚えてないんだったら。なんか視界されてる。大丈夫。今こんな感じでだいぶお肉なくなったけど、口数が少なくちょっとなんかいっぱい。今腹何分目ですか今。うん、8ちょいいってるかな。まあでも普通の人がこんだけ食ってやそれは腹いっぱいになるわな。もうちょっと食べれると思ったもん。だってお肉3回目だからね、取ったの。あ、その器にってこと、うん、でもう腹いっぱい満足してきたね。最初さ、あ、もうこんなのいくらでも食べれるって思って。美味しさわかんないよ。美味しいんだよ、うん。美味しいんだけど。もう腹いっぱい。お腹は結構いっぱいになってきた。それ満腹感、満足感。満足感だね。あ、満足感。うん、うん、うん。まあこんだけいいお肉食ったら満足感高いよな。うん、でまだ食べるけどね。食べるよ。食べるけど、まあ今日も夜は捨てたよね。うん。うん。うん、うん、まだ肉も余ってるし、うん、うどんもあるからご飯買ってこようかな。あ、なるじゃん。取ってきましたよ2杯目。結局炊飯器が出した米が一番麺だね。まあそうなんだよ。どうしよう、肉とかさ、うん、今ここで全部食わずにうどん用にちょっと取っといた方がいいんかな。あ、そうかもね。そうだね。うん、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 やっぱ何で食ってもうめ、うまい、うま、うん、うま、食った、食ったね、だいぶ食った、お腹いっぱい、お腹いっぱい、とにかくお腹いっぱいなんだけど、でもまだうどんありますんで、はい、締めの、締めのね、腹いっぱいでも食わなかったらダメ、ここまでがすき焼き。一回始めしていいじゃん。はいよ。うどんね、 うどんだけでもちょっと一回確認を、うん、うどんがいけるかどうかね。いただきます。はい。ダメそうだな。生全然うどんまだまだ。なんだかん
だ肉の下あたりだったら煮えてんじゃないの、中心というか。あ、これなんか真ん中の方がね強いしね。そう、真ん中ならいけんべこれ、うん、真ん中いけそう、うん、で最後にあの九条ネギ切っていただいたんで、はい、締めにいいんじゃない。お、いいですね。だいぶ締めとしては美味しそうですね。美味しそう。うまい、うまい、食べる食べる。おい、じゃあちょっとうどんいっちゃってくださいよ。はい、ちょっと真ん中のあたり。九条ネギって締めにいいよな。いいよね。うん、香りいいしね。いただきます。はい、うっ熱い。うん、うん、うん、おいしい、おいしい、うん、あでもやっぱこの油がうめえ、うん、結局、うん、うん、めちゃくちゃ染みてんもん、うどんに。甘くてうまいな、うん、うん、食べ終わったん。食べ終わった。あ、食べ終わった。うん、早っ。今汗がすごいじわじわじわって湧いてくるね、うん、うん、うん、しっかり鍋とこちらの皿と自分の取り皿も完食と、はい、ごちそうさまでした。あ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、はるぱい。はい、ということで今日は大量に和牛食いました。はい、うまかった。美味しかったです。ごちそうさまでした。ただこの昼間から食っちゃいけないぐらいいいお肉だったね。あ、そうね、贅沢しすぎたかもしれない、うんうん、美味しかったね。った美味しかった。で、今回のねこのお肉とタレか、うんうん、があのネットから買えるのよ。大食いの人とかはよく動画でやってるんだけど、クマセレショップさんってわかる？ああ、ああ、ああ。なんかそこから今日ね、お話いただいて、この和牛とか割り下とか送ってもらったんだけど、うん、まあ、そのあたりはね、詳しく概要欄に記載しておきます、はい。僕のね、動画を見てっていうことで、お得な情報とかもあったりするので、ちらっと覗いていただければと思います。はい、今日はもう腹いっぱいなんで、はい、もうこの後、昼寝しましょう。片付けてね。はい、はい、すいません、片付けて、はい、片付けて昼寝します。はい、はい、ということで今回和牛の切り落としをいただいたクマセレさんにラスカル専用販売ページが開設されます。また今回の動画公開を記念に通常ありえないセール価格で贅沢なお肉が購入可能になるとのことで、まずは上質な黒毛和牛のロースが通常価格より 50% オフの5,400円、そして馬刺し焼きしゃぶのすきだれセット、こちらが 55% オフの4,500円、また鹿児島のブランド豚であるチャーミートンの 1kg しゃぶしゃぶ用お肉は 60% オフの1,920円と、どのお肉も日常ではなかなか食べられない上質なお肉は限定で大セール。ぜひこの機会に美味しいお肉をご試着で、専用販売ページについては概要欄からご確認ください。